ゼビウス。このソフトの出現により、シューティングゲームは、もちろんメディアや映画等に幅広い影響を与えたゲームでした。それは、ゲームに空中と地上の概念を取り入れ立体的な展開を取り入れたり、無機質だったシューティングに、ストーリーと謎解き、隠しアイテムを加えたのです。隠しアイテムは、地上ショットの標準を使って探します。しかし夢中になりすぎて、やられることも多発しました。また、空中を飛ぶ板バキュラは、256発撃ったら倒せるという、都市伝説も誕生しました。遊びやすくするため、上手くなるごとに自然に、難易度が上がる仕組みを、取り入れていますが、開幕直後スタートの曲が、鳴り終わる前に敵に突っ込んで、ズドーンってなるのはご愛嬌です。と本当に書き始めると、膨大な量になってしまいそうなので、あの絶望的にでかい要塞や、100万点の頂に挑んでみませんか？サンマの名探偵、あの明石家さんまを主人公とし、さらにサスペンスを題材にした珍しいアドベンチャーゲームです。明石家さんまの相棒として、桂文珍殺人事件の解決に乗り出します。アドベンチャーゲームなのに、フィールドがあって、コマンドに吉本らしくどつくがあります。ちなみに、このゲームは、マルチエンディングなので、重要人物をうっかりどついて、バッドエンドになることも多いです。しかも、この手のタレントゲームとは、一味違うのは選んじゃいけない選択肢が、複数存在して、すべてエンディングに、影響が及ぼされています。エンディングには、南の島に逃亡なんて、ある意味芸能人らしい、エンディングもあるので、わざとその選択を選んでしまうことがあります。一部、簡単と言われますが、ここまで実際の芸能人がこれでもかと、いうくらい大勢出ます。当時ならではという感じです。昔の芸能界を思い出すときに、気軽に楽しめます。プロ野球ファミリースタジアム。あのナムコが、満を持たして出した、ファミコンでは初の本格野球ゲームです。内容は、セ、他の球団をモチーフにした、旧球団とナムコキャラクターが勢揃いした、ナムコオールスターズからチームを選んで、コンピューターや、友達と対戦します。見た目はシンプルですが、選手ごとに、細かいステータスが、決められていて、特に攻めるときに、個性を感じられます。友達と対戦中4番打者に、わざとデッドボールして、本当に乱闘寸前になったのは、良い思い出です。また、各球団の選手の名前は、それぞれ実在する選手の名前を、もじったのか省略したのかは、わかりませんが、友達とこの選手は誰なのか、クイズとして出すことも楽しめます。本当にシンプルな作りですが、今の野球ゲームの基本が詰まった、正しいスポーツゲームとして、通称ファミスタと今でも人気は、続いています。今のファミスタのファンはもちろん、野球を愛する人なら、一度はプレイしてほしいです。
マッキー。この当時のゲーム音楽は、単純な曲調なのに、ずっと耳に残るものが多く、このゲームのメインテーマも、まさにそれに当てはまります。内容は、ネズミの警官マッキーが、猫の泥棒ナーコイチミの屋敷から、盗品を取り返すというシンプルなお話です。移動は、フロアの横は扉で仕切られ、上下のフロアには、吹き抜けにある、トランポリンで移動します。このトランポリンは、一回跳ねるごとに、変色して赤になったら、次に着地すると切れてしまいます。これを利用して、敵を落とすこともできますが、フロアの天井との間に挟まり、高速バウンドから一気に落下する、事故のようなミスは、一度は体験したと思います。また、赤い扉を開けると衝撃波が出て、敵を気絶させることもできますが、開ける方向を間違えて、敵にぶつかることもありました。シンプルイズベスト落ちでいく。ゲーム性は永遠のものです。アクション好きはもちろん、子供から大人まで安心して楽しめる。みんなに優しいゲームです。ソルアーガの塔。攻略を見ないでクリアするのは、ほぼ不可能でしょう。迷路内のアイテムを集め、キャラを強化して、塔の最上階に潜んでいる、大悪魔ドルアーガを打倒する、アクショナー RPG。ステージ構成は全60回。制限時間内にフロア内の、鍵を入手し扉に到達でクリア。各階にある宝箱を開け、アイテムを取得することで、少しずつパワーアップする。それと同時に容姿も変化するため、お楽しみ要素がある。主人公ギルは剣と盾を持っており、タイミングよく操作し、敵を倒す、もしくはかわして進む。どちらも持っていない状態で、敵に当たってしまう。HP がゼロになる、時間切れ。呪文を盾以外で受けるなど、ミス条件が厳しい。加えて59回のドルアーガを倒さず、60回に行こうとすると、アイテム募集&下の階に落とされる、というペナルティもあり、アイテムに関するヒントもない。事前情報なしでプレイすることは、かなり無謀と言えるだろう。これ自分だけかもしれませんが、取得したアイテムが、画面の下にずらっと並ぶのが、なぜか好きでした。スターラスター。時代が追いつけなかった名作。最新鋭戦闘機、ガイア、を操作し、ボスコニアン戦後に宇宙の征服を狙う、謎の勢力、バッツーラ、を撃退する、シューティングゲーム。残機制ではなくシールド制となっており、敵からの攻撃を食らうごとに、シールドが破壊され、次のシールド展開にエネルギーを消費する。またエンジン、レーダー、コンピューターが攻撃によって、破壊されてしまうと、マップが正確でなくなったり、移動速度が極端に遅くなるなど、リスクがとても高まる。宇宙を守る役目が自分しかいないため、必然的にスタートから、敵に囲まれることになり、終盤ステージへの到達には、運が絡んでくる。その終盤ステージでは、惑星自体が攻撃してきて、耐久値も高く周りの敵も存在するため、根気と回避スキルが求められる。なお、自分が惑星を攻撃している間にも、敵は他の惑星を攻撃するので、惑星が滅ぶ前に、ラスボスを倒す必要がある。ヴァルキューレの冒険、時の鍵伝説。アクショナー RPG ゲーム。復活した悪の化身ゾーナを倒すために、神の子ヴァルキューレは、マーベルランドへと降り立ち、剣と魔法を駆使して敵を倒し、レベルアップしていく展開。
このゲームはとても難易度が高い。その理由は完全なる、ノーヒントゲーであるからだ。クリアに必須であるアイテムや、攻略に重要となってくるアイテムについて、ヒントがなく会話からも入手できない。しかしゲームオーバー時には、重要なアイテム以外は全て消失してしまう。ということが唯一のヒントとなっている。またラスボス攻略時には、最低でも5個のアイテムは必須であるのに対し、8個がところじできる上限となっているため、随時入れ替えを行いながら、行わなければならない。攻略をするためには、事前に情報収集や説明書付きの攻略本の入手をおすすめしたいものである。you